はい、外来種雑草、こちら瀬田川立ちと大荒れしのぎくバカナス、お仙壇草、お白い花とアメリカ仙壇草ですね。それから洋州山ごぼう、ぶどうみたいですね。それから目松良い草、それからこちら荒れちゅうりですね。それから大金系ゆくがあります。はい、やってまいりました。こちらはまた河川敷の近くです。本日ご紹介します外来種なんですけども、アルストロメリアですね。はい、こちらはブラジル原産の外来種です。これも野生化してますね。元気に育っております。ということで、これもね、ちょっとね、なんとかしないとって思うんですけども、はい、ただこれ、まあ色がね、これはこういう色なんですけども、それ以外にいろんな品種があって、それなりに観賞用として楽しまれているようです。はい、ただ問題は食べられるかどうかっていう部分なんですけど、これは毒性があってちょっと食べることはできないみたいですね。軽い毒らしいんですけども、はい、まあ、いずれにしてもこれはどこかで駆除して燃やして灰にして、それで灰として活用するっていうことしかやっぱりないみたいですね。はい、ということで綺麗なお花、それをめでるのはいいんですけども、ただ浮かずにそのまんまその辺に放ってしまうと、こんな風にはびこってしまいますので、ぜひご注意くださいということでございます。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。